そうですね、スニーカー好きなんですか。当時すごい好きで、いろんなの持ってましたよ。だからもうお小遣いはもうスニーカーを買うか、あと腕時計買うかみたいな。そうなんですね。そうだったんだ。そうなんですよ。だからまさにあの時代のそのハイテクスニーカーの頃にハイテクスニーカーを履いてました。そうなんですね。私何にも引っかかってなかったコンプリューリーとか意外ですね。今は別にあんまないですよね。実はね、今もね、一周してポンプフューリー持ってるんですよ。ああ、そうなんすか。やっぱその当時履いてたなっていう思い出で買っちゃう部分もあるし、はいはいはい、あーそうなんだ。だからそれもあってね、そのエアモアアップテンポ欲しいですよ。はい、エアモアアップテンポとエアマッチアップテンポっていうのがあって、はいはいはい、マッチの方が安いんですよ。多分今出てるのはマッチはないからモアの方しかないだろうけど。なんでマッチなくなっちゃったんですか。多分売れなかったんじゃないですか。聞いてみよう。聞いてみてください。はい、エアジョーダンとか俺履いたことないですね。あ、そう、なんで。多分そそられなかったんでしょうね。エアマックスもあの95の、はい、あの流行ったやつを履いてましたね。そうだったんですね。でももうその高校生ぐらいというか30だったんですか。そのサイズは29です。あ、そうなんですね。その29もしょうがないから29履いてただけの話で、30あれば30履いてましたよね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、お願いします。あ、首楽になりましたね。こっち向きですね。こっち向きで横向きになって骨盤を矯正します。お願いします。やってるから、はいはいはい、滑ってダメだったんですよね。あ、なるほどなるほど。でも私タオル敷いてなかったっけな。タオルごと滑ってたからかな。あ、でもこういうの、ね、やってないですよね。そうそうそう、中にこれね、はい、だから俺多分これがないと滑ってできないと思う。全然滑らないです。なんだろう、お客さんも動いた時にこれごとズズズズズって滑っちゃうから、まあそれが嫌で、なんかもう中心がピタッと合ってないと嫌とか、まあ、多分そういう俺の性格上の問題で。シワができるのも嫌いで、だからこうお客さんに見つからないようにそーっとこう鳴らしたりしながら、はい、足を出して座る。はい、頭の後ろで手を組んでください、はい、で背中丸めるようにしてちょっと前に倒します。
今度はそのまま後ろに下がって上の方矯正しますね、はい、連続で 3,4 回ぐらいやっていきます、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なんかやっぱりやってもらった後は、はい、すっきりしました。すっきりしますね。よかったです。おかしやすく、はい、一応大丈夫です、はい、できればホットペッパーの方がいいですね。ホットペッパーが一番良くて、飛び込みでも可能かな。ですね、飛び込みだとちょっと厳しいかな。厳しいってことで、はい、やっぱりロングコースのお客さんが多いんで、一人でこう2時間とか、はい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 、3時間とか受けられる方もいらっしゃるんで。予約は、はい、当日でも大丈夫な感じですか？大丈夫ですよ。ホットペッパーも直前予約もできるようになってるんで、枠さえ空いてれば直前でも、はい、10分前とか5分前でも。そんな先、その直前でも取れます。じゃあぜひチェックしてみてください。気になった方は矯正もできてね、はい、はい、上のほぐしもできる。で、普通のところだと強さが足りないなって感じる方向けですかね、はい、そうですね、はい、普通の揉みほぐしコースでも割と強めにはできると思います、はいはい、私とかだと弱もみの部類ですか、はい、もう弱もみですね、はい、ただあまりにもこう痛がりな方にはもう全然向かないんで、他でいろいろ受けてみて
それでも物足りないっていう方が、つわものが基本つわものが、そうですね、来ているっていうことなので、はい、お越しください、ご予約ください。はい、お願いします。よろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、タンノさんの、ね、チャンネルもありますので、タンノさんにご興味ある方はね、そちらの動画を見ていただくのもね、はい、いいかと思います。はい、はい、お願いします。はい、それでは See you.